芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。もう何しとんねんっていう話。僕岡山住んでるんですけども、実家が兵庫なんでね、車で兵庫の方に帰ってた時に、まあ上り線ですよ、帰ってた時に、車でラジオが流れてきたんですよね。交通情報、下り線事故のため3キロ渋滞、上り線それを見ている車により4キロ渋滞。何しとんねん。お便り読ませていただきます。高谷さん、いつも楽しいメッセージ発信ありがとうございます。これから暑い夏になりますが、引き続きスタミナいっぱい頑張りましょう。もうね、ほんまね、1週間でこんな気温上がるいうぐらい暑くなりましてね、もう立ってるだけで汗かいてきます。もう夏来ましたね。ああ、いや頑張りましょう。テイリンさんも夏バテしないように、いつも応援しています。明るく元気な声に勇気づけられています。今後とも頑張ってくださいね。ありがとうございます。ちょっと不吉、もうやめてよ、もうこんな倒れる。いやでもね、僕も最初の方と今と考えると、だいぶこの、元気になったというか、まあ開き直ってるんですかね。もう昔の映像ほんまなんかあれですね、ちょっと暗かったですね。いつも家族みんなで見ています。いつもありがとうございます。これからも応援しています。ほんまか、ほんま、いやめっちゃ嬉しいんやけど、ほんま、わかるんかな、わかるんかな、というか、いいんですかね、こんなんで。もほんまにありがとうございます。高谷さんおもろいそう。もう完全にこれ点々が抜けてるパターンのやつですね。でこれからも明るくて楽しくて、そして優しくなるような、そんな旅を続けてほしいです。なんか電波少年的な感じと間違えてないですかね。僕これ一応今日行ったらまた家帰って休養取ってますからね。旅ってほど旅はしてないんですけども。もうなんで、はじめの言葉です。今朝も今朝とて高谷くんに今朝っていうかもうお昼なんですけどね、ちょっと今日寝坊してしまいましてね、はい、もうお昼過ぎになっております。まあこういうところはありがたいですね。自分一人でやってると時間何時に始めても大丈夫。中だるみの谷を抜け、元気はつらつ、ほいほい、通貨キャム TV、 まだまだ序の口、始まったばかりなんだよね。まあいいか。前回前々回と予告の回をこなしてまいりましたが、これがまあなんだかつまらない。おいちょっと待てや。自分でやらしといてつまらないってどういうことや。緊張感に欠けるというか、意外性がないというか、なんというか、どういうか、こういうか、もうええか、もう一人でやっといてくれもう。ってなわけで今回から元に戻しての当日初見復活、やんややんや、ちょっとなんかあれやねんな、編集長目線での話しとんねんね、これね。いや、なんだかつまらないって、もう編集長がつまらんっていう話なんですね。これ編集長のためにやっとん違いますからね。これ見ている人のためにこれコント作ってますからね。届いてるんかな、これ。どう？ムヒヒってなことで、今回のお届け先は道の駅久米の里。行ってらっしゃい、見てらっしゃい、やってらっしゃい、へいらっしゃい。なんだこれ、4つ並べるの流行り、編集長の中で流行ってますか。はい、本日も晴天なりということで、今日もよろしくお願いいたします。さっきまで雨降ってたんですけど、急に晴れまして、いやまあそんなことはどうでもええんですよね。
いやもう何回も言うてますけど、まあ見てる人はもう飽きてるんやと思うんですよ、このやりとりね。もう毎回毎回なんで慣れへんねんって、そう思う人もいるかもしれないですけどもね、もうこればっかりは慣れないんですよね。もう毎回毎回この近づくたびにこの嫌になってくる感じ。もうダメでした。もう嫌や、もうほんまに嫌や。ちょっと今回は駐車場とかでもちょっとあかんような流れなんでね、ちょっとだけ見えると思います。このここここにガンダムがいるんですよね。まああんまり映すとね怒られそうなんで。最悪です、雨降ってきました。もうどうしようか、マジでどうしよう、もう人がおらん。もうちょっと今日はカエルとエビに向けてやらせてもらうという形でも。どうも、高谷と言います。よろしくお願いします。人間界ではですね、選挙というのがございまして、感じで終わってみました。どうもありがとうございました。晴れましたね。お母さん、お疲れ様です。ちょっと僕毎週いろんなところでコントしてるんですけど、ちょっと今日は中でさせてもらえないということなんで、ちょっとここで喋ってもういいですかね。もう邪魔しないで、バカにされずに政治家は政治家らしい賢い言葉を喋らないといけない。プライオリティが。どうもありがとうございました。久米千人焼きとラムネを買いました。すいません、もうそれは許してください。もういや、ねカメラには映ってないですけども、近くのコンビニに行って、駐車場でやらせてもらえるかダメで、まあちょっと、その近くを通りかかる通行人の人にちょっと5分だけ聞いてくれないですかって言ってダメ。まあそれをもう、まあ、その通りかかる人で言うたらもう3人言ってもうちょっと断念させていただきました。カエルたちに聞いてもらって終わりにしなかったんですよ。ちゃんと人に聞いてもらったんかどうかわからないですけども、まあ一応聞いてもらいましたよ。はい、うまっうまっ、不要はんうまっ。終わりの言葉、幸を混来、神羅万象追い求めし者数あれど、我が探求するはこの道しかなし、色は匂えど散りぬるを、我が世垂れぞ常ならむ、ういの奥山今日越えて、ケフかな、浅き夢みじ酔いもせず、読み人知らず。ああ、なるほど。残念、いろはにほえとって意味をあんまりこう感じたことはないけど、あ、こんな意味だったんですね。こう漢字にしたら分かりやすい。初心に帰りて雲に続くこの坂道を登っていく高谷の旅、今まさに始まったに過ぎず、六根症状六根症状なんてことを思ってみたりするわけですよ、ということです。暑いな。
さっきまで雨あって次晴れまして、梅雨って嫌ですね。この雨っていうのはやっぱり気持ちまで暗くしますね。一回心折れて、もうカエルにでもいいですかって言うてやってたのも、晴れるとねなんとなくやる気が満ちまして、をやっていこうという気になりますね。もう僕今ものすごい汗ですけど、この汗もねもう気持ちいいというか、汗なんてもう全然僕を暗くする要因にはなりませんよ。負けませんよ僕は、雨にも負けずです。まあこんなこと言いながら、来週になるとまた最初この嫌やなとか言うと思いますけど、まあ懲りずに見てください。じゃあ来週。どうも、高谷と言います。よろしくお願いします。人間界ではですね、選挙というのがございまして、この世界のことをちょっといろいろ決めていくという、まあ、皆さんのことを何も考えずに決めてしまって本当に申し訳ございません。で、まあ、その選挙でですね、演説というのがございまして、まあ、いろいろ喋ってるんですけども、それを見るとね、すごいなって思うんです。まあ、でもね、やっぱり人間ですから最初は緊張してたと思うんです。私にどうか清き一票、誰に喋ってるんですか。まあでも声が小さいとね、なんもやっぱ聞いてくれません。まずははっきりと大きい声で喋るところから始まるんです。私にどうか清き一票、何を大きい声で喋ってるんですか。まあ大きい声で喋るだけやったらダメです。やっぱりこの有権者が喜ぶようなことを言わないといけないんです。お金を差し上げます。好きなことをしてください。どうか私に清き一票。バカにしてるんですか。いや、これやったらバカにしてることになるんですよ。まあ難しい話ですけどもね、まあ政治家っていうのはね、こう政治家らしい難しい言葉っていうのがあるんです。それを伝えないといけない。コンプライアンスというものが、イニシアチブでして、プライオリティなんです。もうわからんのやったら喋らんといてください。まあだからってカタカナ語を、並べてみたって仕方ないんです。やっぱりこの対立候補という方がいるんですけども、それとどう対立していくか、どう違うかを伝えていかないといけない。同じ選挙区に山田さんという方がおられますけども、まああの方はいつ見ても笑ってませんよね。もうあんな人一緒におっても全然面白くないですよ。休みの日なんかもね、本とか難しい本とか読んで勉強してるんですよ。ほんでね、なんか友達とかも堅苦しい、経済とか歴史とかの専門家ばっかりなんですよね。もうあんな人ね、政治家になればいいんですよ。おい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 、その点僕なんかはね、いつ呼ばれても遊びに行けるように常日頃から準備をしております。あかんやんけ。ですので私にどうか清き一票、みんな山田さんの方に入れるわ。まあどうしてもダメな人っていうのは人間にいます。まあ仕方がないから、そういう人は、誰かに書いてもらってそれをそのまま読むという形をとります。近頃、立候補の諸氏の、施政方針を聞いていると、今日聞かれているような政治への不評は立ちどころに雲散無償に相違ありません。しかしいざとなると腰が砕け、ごまかしと妥協にいつの間にか骨抜きにされてしまうのです。今日の政治ほど体質改善を要望される時代はありません。私はこの病患の根源にメスを入れ、完全と戦うことを誓います。どうか私に清き一票。かっこ7月10日第一秘書ちょ、かっこは読まんでええな。まあこの後カッコを取っていきます。
そうするとなんとなく政治家っぽくなる、でその政治家の良さっていうのを見極めるためにはやっぱりこの人間たちの有権者の手にかかっているわけです。という、まあちょっとカッコつけた感じで終わってみました。どうもありがとうございました。